こんにちは、みゆです。森水菜です。はい、ということで借金企画のレッスン編なんですけど、はい、さっきは飛距離関係やって、まあ、見事にすごい飛ぶようになってますんで、うん、まあ、いよいよちょっと傾斜を教えてもらって、まあ、実際のコースでも安心して打てるようにお願いします。よろしくお願いします。なんか実際にも苦手な傾斜、はい、なんかつま先下がりが苦手、つま先上がりが苦手とか、はい、左足上がりが苦手、左足下がりが苦手とかあると思うんですけど、はい、特に苦手だなと思うのって、なんか結構シチュエーションとしては多分全部苦手は多分にあ得意はあんまないと思うんですけど、はいはいはい、シチュエーションとしてはつま先上がりが結構多いですね、はいはいはい、右に行くからですかね、ドライブ右に行って次がなんかこう上がってみたいなのが結構多いのと、はいはい、あとはこっちですね、左足上がり、はい、おこの時にもどうしてもこう地面叩いちゃうこととかが多くて、はい、なかなか当たってもちょっとやっと出たっていうような感じで、なんか、ね、拝見した YouTube でもなんかこういう傾斜でアプローチやった時なんかあっとか言ってた、ありましたよね。あれありましたっけ、そんなシーン。ああこれ転がる転がる転がる。ああまあまあ、うん、トップよりかはマシですかね。大丈夫。乗った。これは奇跡を信じましょう、また。そうしましょう。はい。じゃあそこの2つちょっとやっていきましょうか、はい、お願いします。じゃあつま先上がりからで、うんうん、ちょっといつも通り何考えていつも打ってらっしゃいます？当たれって思ってます。気合い当たれって思ってます。もう、はい、なんかあんまり頭起こさないようにとか考えてます。はい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 、はい、あともうちょっと短く持ってとにかく当たることを優先してます。なるほどなるほど。つま先上がりどっちに行きやすいとかって分かります？右結局なんかそうですね、右に行ったりとかすることです。右に行っちゃう。なるほど。じゃあちょっと3球から打っていきましょうか。はい、 OK。 うん、うん、これだったらまだいいです。これだったらまだまだまだいい方、まだいい方、はい、はい、うん、 OK です。で、まあ、よくつま先上がりってクラブ短く握りましょうって確かにそれすごい正しいんですよ、はい、ただ今みゆさんの場合短く握ったら、はい、短く握るだけなんですね。はいはい。要はクラブを、まあ、いつも通りこうやって長く持って構えてるじゃないですか、うん、この状態で短く握っちゃったらボールに届かないんですよ。はいそう、その分だけ近く立ってあげないとそういけない。はい、そう今みたいにボールに届かないボールがちょっと出やすくなっちゃうんで短く握る分ちょっと近づいてあげる。へえ、はい、そうなるほど。じゃあもう確かに今これでそのままそう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 、それもあの前回の動画同様あの肩の真下ぐらいにグリップが来るようにしてもらいたいんで。ここも一緒？そうそうそう、長く持った状態でこの状態で短く握っちゃったら肩の前に出ちゃいますよね。はい、そうなんで その分だけ肩の真下に来るぐらいまで近づいてってあげないといけない。そう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 、うん、OK、いいですよ。これもなんか引くときこう内側意識するみたいなの変わらないですか？そうですね、変わらないです。上げ方は基本的に変わらないです。へー、動作は変わらない。重心とかってあるんですか？ちょっとつま先の方にやっぱり乗りやすくなります。そうですよね、はい、それで合ってますか？それで全然問題ないです。はい、そうなんだ。 OKOKOK、OK OK OK、ただそのつま先に重心が乗りやすくなる分腰が回りにくくなるんですよ。はいはい。そうどういうことかっていうと腰ってこれ平地って多分やると分かりやすいんですけど上げていく時って右のかかと左のつま先、はい、で振っていく時は左のかかと右のつま先ってこういう
移動するから腰がこうやって回ってくれるんですよ、はい、これがつま先つま先になりやすいんで腰止まっちゃうんですね、はい、でその分だけ上半身は止まらないで曲がっていくから、うん、フェイスローテーションが大きくなるから左に行きやすくなるんですよ。へーそう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 、だ無理にそこで腰をこう回そうとしちゃうと体開いて右に行きやすくなっちゃうんで、はい、止めた状態でいいからとにかく頭の位置を変えずに打ってあげるように意識してあげるともっと綺麗に当たるようになります。わかりました。もう頭の位置を変えずに、そう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 、 OK ナイスナイスショちょっとねボール右に、あ、じゃあ左に曲がっていきましたよね。はい、よいしょ、そう、もうちょっと近づいていいですよ。はい、そうそう、もうちょい OK、はい、そう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 、オッケー、ナイス、ナイスです。さあ短く持つ分近く立ってあげることを忘れないこと、はい、でこの場面で無理に腰を回さないようにしてあげるかと、さあ、はい、2つは意識してもらいたいかな。わかりました、はい、もうちょっとですか、もうちょっと、はい、そうそうそう、うん、ナイス、すごい。そう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 、右に行かなくなりますよね。はい、傾斜って結構ステキューもうとりあえずもうプラス1みたいな気分で平らなところに出そうと。あ、そうです、そうです、ステキューって用語初めて聞いたんだけど、とりあえず ないですよね、ステキューなんて。なかなか聞かないですよね。本当ですか。なんかもう前に飛ばすとかいう球、うんじゃないと思ってました。横に足りないところに。そうですそうです、風はでかいね、距離も出るからね。そうですよね、方向性も良くなるしね。はい、 OK ナイス、バッチリ、すごい。次左足上がりです。はい、よし、左足上がりはどっちに行きやすいですか、知ってますか。右まあ、基本右に行くんですよ、ね、はい、ごめんなさい、なんかいやいやいや、あんまり覚えててほしいのが、はい、あの上がり系は左に行って下がり系は右に行きます。そう、つま先上がり左足上がり、はい、そうか、つま先下がり左足下がり、そう、この4方向になるんですけど、上がりつま先上がり左足上がりは左、つま先下がり左足下がりは右に行きやすいということだけちょっと覚えておいてください。わかりました。じゃあ左足上がりは何を注意して意識して打ってらっしゃいますか。斜面に肩を平行にしてとか、こうあんまり逆らわないようにしてます。あの地形に逆らわないようにします。ざっくりいかないですか。だからボールがちょっと上がっちゃったりとか、もう出ればもう丸って感じでした今まで。今とにかく様子をちょっと見ていきたいので、また何球かちょっと打ってもらいましょうか。はい。ここもちょっといつもだったら短く持ってて、オッケーです。こんな感じですね。うん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 。オッケー。うん、やりがち、ね、私そうだ思い出した思い出しました、そうだ今やりがちでした、いいですいいですよ、あそうだ、はい、うん、ナイス、オッケーオッケーオッケー、したらボールの置く位置と構え方をちょっと構え方ですね、直していこうかなと思います、はい、でまずボールのセッティングする位置なんですけど、はい、ちょっと左側に置きすぎちゃってる、はい、そうどうかっていうと、そのまま半歩下がってちょっと正面で見てもらっていいですか、はい、そうこれ左足下がりの場合にも通用するんですけど、はい、いつも通りこう構えてもらって素振りこうするじゃないですか、はい、素振りをこうしますシュンシュンとこう素振りします、素振りした時にこうやってする位置があるんですよ、そこにボールを置いてあげてください。今左足寄りに置いちゃってるんで、多分どうしてもこの傾斜ってちょっと右に体重が残りやすくなっちゃうから、すごいヘッドがアッパーブルに入りすぎちゃって、さっきみたいにボールに届かないので、
そう、必ず半歩下がってこう素振りしてあげて、素振りした位置にこうシュッシュッする位置、こする位置にボールをセッティングしてあげることがまず一つ、はい、じゃあ届かないので、でもう一つが、柔らかいボール打ちたいとか高いボール打ちたいときはこの斜面に対して平行でも全然いいんですけど、基本的に普通にちょっとこう距離を出したいなとかって時は地軸に対して垂直に構えてあげてください。あ、傾斜じゃなくて地軸、地に対して垂直に構えてあげる、はい、そう、へえ、はい、なのでちょっと左足に体重乗っかる状態になりますね。そう、この体重の比率と軸を変えないようにして打ってあげる。そうと、もうちょっと強い球を打てます。へー、ただ右スポ抜けなくなりますね。そうなんですね。だから左足が固定された形になるから、これも腰が回らないから左に行っちゃうんです、傾斜として。そうそうそう、ちょっとその2つ意識してやってみましょうか。いつも通り構えて、いつも通り構えて、傾斜じゃなくてまっすぐでいいです。まっすぐ、そう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 、はい、その状態で素振りしてあげる。ちょっと芝生が擦るまで素振りしてみましょうか。はい、そう、もうもろいいですよ、今みたいな感じで。そう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 、もうちょい擦っていきましょう。そうそうそう、でこれ擦らない理由は、だん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 体重前みたいに傾斜みたいにこう傾斜に平行に立とうとしちゃうから、手元が浮いちゃって、手元が浮いちゃって地面に届いてないだけなんで、もっと体重左に乗せていいですよ。はい、そう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 、そのぐらいです。そう、その位置で素振りしてあげる。そう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 、そうすると真ん中ぐらいに擦るの分かります？さっきボールを置いたのちょっと左側でして、はい、そうってことは両足の真ん中ぐらいにこの傾斜の度合いの場合は置いて打ってくださいねっていう証になるんで、そうちょっと両足の真ん中にボールを置いて、はい、打ってあげましょう。はい、ここで、そう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 、そうです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 。近い方がいいとかってございます？これは、さっ、クラブ短く握る必要はないので、はそうそう、はい、そうです。さっきはこうボールが近づいてきてたから短く握るとか、この場合は近づいてるわけじゃないので短く握る必要はないですし、近く立つ必要もない。わかりました OK、 ストップ。はい、ちょっと忘れてるかもしれない、この肩の真下にグリップですよ。そう、このぐらい、ちょっと遠いんでもう気持ちだけ近づいてあげましょう。 OK、 そう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 、そっかそっか、 OK、 そうです。 OK、 ナイス、ナイス。なんかちょっとね、地面がこう近いのに対してね、こうやって構えてちょっと突っかかりそうな感じあると思うんですけど、はい、やっぱ振っていこうとすると気持ちこの傾斜の場合後ろに行きやすいんで、はい、そこも加味して最初から左に体重乗せといてあげた方が今みたいに綺麗に当たる。そう、真ん中に置いて、そう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 、はい、構えすごい綺麗、そうです、そうです、感じかな。OK、 ほらいいじゃないですか、ナイス。しかもこういつものポワーンってとりあえずみたいな、でもやっぱ傾斜なりにこうね、うん、構えるとやっぱポワーンってなるから、なりやすくなると思います。そうそう、へえ、なんかここ平行なんてもう事故の元かと思ってました。なんかこう、とにかく逆らわないようにみたいな、なんか誰かに教えてもらったようなものを忠実に。バリバリなんですよ、状況に応じて、こう高さ出したい時は傾斜なりとか。そう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 、ただ過剰にこうなりやすいんで、最初からこう右に傾けちゃうと余計傾いちゃうから、先みたいにボール届かないとかっていう事象が起こりやすくなっちゃうので、はい、今みたいに構えてあげると、打つ時に素振りでこすっとけば場所が分かるもん。そう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 、そう、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。みーちゃんどうでしたか？いや、今回つま先上がりと左足上がりの傾斜を教えてもらいまして、なんか結構傾斜に球が入っちゃったら、もうとりあえずフラットなところに出すみたいな、もうほぼほぼプラス1みたいな感じでしかなかったんですよ、今までコースで出て。なのになんか結構しっかり距離も出てアウトできてって言ったところができるんだなってびっくりです。
ありがとうございます。いえとんでもないです。すごい、はい、まあ、フラットなところに出すっていうのも一個ね、マネジメントとしては大事なんですけど、やっぱ100を切る上で出すだけだとやっぱどうしても、うん、言いにくいところが出てくるん で、確かに、まあ、今日ちょっとやったことを先生でも活かせるように、はい、ちょっと継続的に練習していきましょう。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。